これは猿島に行った時の船の様子です。横浜から京急に乗り換えて行った方がいいですね。友人が間違えてしまって横浜線の中から乗れるって話だったので行ったら、あれは JR の方の京急なので、あの茶色い方の外と改札出たとこから乗って終点すると東口に出るので、その Y 字の高架下のところを道沿いに沿っていくと、あの無事たどり着けますね。結構建物が周り、こういうマンションが建ってるので行くと分かると思います。あと結構草津温泉で私4年間半ぐらい住んでた時があって、5月まで雪が降るんですけど、それよりも風がちょっとすごいので、風を通さないような服を着ていった方がいいと思いますね。私パーカーと首に巻いて、あの毛とかが痒くなるので綿のやつ着ていったんですけど、それでもやっぱり風を通すとすごい寒くなってしまうのと、まあ耳の病気とかもあるので、酔いやすい方は酔い止め持っていった方が無駄だと思います。もしあの間違ってしまってもタクシーもしくはバスか、まあ、歩いても行けるようなので、バスがまあほとんど、私はちょっと数字はよく見えないんですが写真撮ってまして結構少ないので、あの皆さん暖かい格好で乗ってみてください。以上、まゆみゼイナブの猿島に行ってみた話でした。